Windows XP をブート中のインターネット、公衆電話ブート、またはブートストラップはコンピュータシステムの電源投入時、あるいはシステムのリセット後、モニターや OS など何らかの基本的なシステムソフトウェアを主記憶に展開し、ユーザープログラムを実行できるようにするまでの処理の流れを言う。ブートローダは以上のプロセスで使われるローダ。 すなわち、不揮発性の補助記憶にある目的のプログラムを読み出し、揮発性の指記憶に書き込むプログラムのことである。電源投入時のブートのことを、コールドブート、リセットされたことによるブートを、ウォームブートという。ウォームブートでは、コールドブートにおける最初の方の手続きのいくつかが必要ない場合もあり、そういった手続きを省略することもある。ブートストラップ、または、 ブートストラップローダという名前は、ブーツのつまみ側を自分で引っ張って、自分を持ち上げようとするイメージから来ている。つまり、コンピュータはプログラムをロードしないと、動作できないが、プログラムをロードするプログラムはどうロードするのだというパラドックスに着目した故障である。初期の電子計算機の一つであるエニアックは、いわゆるノイマン型コンピュータではなく、プログラムは、 パッチボードを利用した配線によって行われ、また解決したい問題の計算式の初期値などを最初から設定して計算を行うような計算機であった。ノイマン型として実用的に稼働したとされる初期のコンピュータのエドサックでは、イニシャルオーダーと呼ばれたプログラムがロータリースイッチで実現された一種のロムからハードウェア的に色欲に書き込まれる。イニシャルオーダーは、 非常に技巧的なわずか数十五のコードで、単純ながらアセンブラ的機能を実現しており、紙テープを読み込んでそれを機械後に変換し記憶の残りの部分に書き込む。エドサックのプログラム技法は、聖書、ザ・プレパレーション・オブ・プログラムス・フォー・アン・エレクトロニック・デジタル・コンピューターとして広まり、パラメトロン・コンピュータ PC-1 他のイニシャルオーダーがエドサックの イニシャルオーダーの影響を受けて作成された。エドサックの技法は聖書として交換されたため、同様のローダーがこの時代の多くのコンピュータで開発、使用されたが、そのローダーをどうロードするかという点では各種の手法があった。当時はそれらのうちの一つの手法をブートストラップ方式と呼んでいた。エレックアイの方式がブートストラップである。 1950年代の IBM701 以降、何らかのブート処理で、プログラムや OS を色翼にロードするようになった。IBM のメインフレームではこれを、イニシャル、プログラムロード、と称している。ロードカード、ロードテープ、ロードドラムなどと表示されたボタンを謳歌すると、ハードウェアの論理回路が対応する、周辺機器から、ブートプログラムを読み込み、それを実行する。すると、 ブートプログラムがより大きなプログラムを自動的にロードする。ブートという言葉は1958年からこの意味で使われている。言葉の歴史としては自分自身で自分のための土台を用意するといったような意味では電子回路の分野にもブートストラップという手法がある。またロバート・エーハインラインの1941年の中編 SF のダイバイヒズ・ブートストラップスも そのような意味で、ブートストラップという語を使っている。DEC PDP-8 以降のミニコンピュータでは、フロントパネルにあるスイッチ群を操作して短いプログラムを入力する方法が採用された。初期のミニコンピュータは、次期コアメモリを使っており、電源を切っても情報は失われない。したがって、ブートローダーは消去されない限りメモリ上に存在し続けるが、 バグのあるプログラムを実行して、全メモリの内容を上書きしてしまうこともある。PDP-11 でも同様の手法を採用したが、後に DEC はオプションで32ワードのブートプログラムを格納したロムを追加できるようにした。このロムは、集積回路ではなく、M792 という2バス用カードであり、32、16のダイオードアレイで回路を構成している。 ダイオードが通電する部分のビットは1になり、通電しないようダイオードを除くと対応するビットが0になる。DEC は様々な周辺機器からのブートに対応するため、同様のカードを BM790 に X シリーズとして販売した。IBM701 にはロードボタンがあり、それによってパンチカード、磁気テープ、磁気ドラム装置のいずれかから、 戦闘の36ビットワードを読み込む。そのうち戦闘の18ビットは命令として実行され、通常はメモリに追加のワード群を読み込む命令になっている。IBM 1401では同様にパンチカードリーダーからプログラムをロードする。80文字が格納されたパンチカードの内容は001から080番地のメモリに読み込まれ、001番地から命令として実行開始する。 命令は通常いつも同じで、この戦闘80文字分の情報をアセンブリエリアに転送し、2枚目以降のパンチカードの内容を読み込んで、プログラムを構成する。アセンブリエリアに転送し終わると、080番地の命令へジャンプし、そこにある命令を実行することで、次のパンチカードを読み込み、その情報を処理する。つまり、パンチカード1枚ずつが次のパンチカードを、 ブートストラップする形になっている。CDC6600 には144個のトグルスイッチを備えたデッドスタートと呼ばれるパネルがある。このパネルで12ワードの情報を例版の周辺プロセッサのメモリに転送する。それを命令列として実行することで p p 例は自身のメモリに必要なコードをロードし他の PP を初期化する。g e 四十五には ブートボタンがある。マルティックスには、ブートコマンドがあった。ユニックスでは、ザ・ユニックスプログラマー、S マニュアル第一般にブートへの言及がある。1975年、チェイルトの研究者であるアルベルト・チャラメラは、電話交換機のコンピュータをブートするデバイスの特許を取得した。ブートローダは、現代のロムメモリに常駐し、ブートプロセスは、シングルボタン圧力から起動した。 デバイスはアドオンなどの任意の種類のコンピュータに適していた。以上で述べたような古い時代において電源投入直後の機能があれこれと話題になったことにはいくつかの原因がある。古いコンピュータは等の理由からこの過程を技巧的なブートシーケンスにせざるを得なかったのである。集積回路によるロム、具体的にはマスクロム、プロム、エプラム、 フラッシュメモリの時代になると、以上のような制限はかなり緩和され、ファームウェアとして、メモリ空間の一部にブートプログラムを存在させ、電源投入後やリセット後、プロセッサは単にそのアドレスから実行を始めればよい、というようになった。その結果、一般的なユーザーのブート時の関心時は、ハードディスク上のファイルシステムにある OS を、どうロードして実行するか、というような点に移った。 組み込みシステムやゲーム機などでは、最初からロムに実行イメージを展開しておき、ブートしたらそのまま目的のシステムが実行される、というような形態もある。アップルの最初のコンピュータアップルアイには、プロムチップが搭載されていたため、フロントパネルが不要になった。当時の広告では、ノーモアスイッチズノーモアライズザファームウェアインプロムスイネイブルズユーツーエンター U2 ディスプレイデバッグプログラムスフロムザキーボードと宣伝している。これはそれ以前のアルタイル8800などに対比してアピールしているのである。あたり ST などのホームコンピュータは電源を入れるとロム上の OS がすぐさま起動する。そのため二次記憶装置から OS をロードする機能が省かれている。システムのカスタマイズやアクセサリー、サポートソフトウェアなどは フロッピードライブからブート時に自動的にロードされる。電源投入から一定時間フロッピーがセットされない場合や、フロッピー内に追加コンポーネントが見つからない場合、それらのロード処理はタイムアウトする。これにより、ブランクディスク挿入を防ぐ。多くのコンピュータシステムでは、メインメモリ上の実行コードだけを実行できる。しかし、最近のオペレーティングシステムは、 ハードディスクドライブやライブ CD、フラッシュメモリに格納されている。つまり、コンピュータの電源を入れた直後、メモリ上には、オペレーティングシステムは存在しない。コンピュータのハードウェアだけでは、オペレーティングシステムがやっているような、複雑なことはできないので、ディスクから任意のプログラムをロードするというようなことはできない。ここで、オペレーティングシステムをメモリにロードするためには、 オペレーティングシステムがメモリに存在していなければならないというジレンマが生じる。このパラドックスの解決法はブートローダーと呼ばれるロム上にある特殊な小さいプログラムを使うことである。このプログラムはオペレーティングシステムのすべての機能を持っているわけではないが、オペレーティングシステムをロードして起動するための別のプログラムをロードするには十分な機能を持っている。 多段階のブートローダーがよく使われ、ある小さなプログラムから別の小さなプログラムを呼び出すということを繰り返して、最終的にオペレーティングシステムが起動される。PDP-8E のフロントパネル。ブートストラップのロードに使用するスイッチ群がある。初期のプログラム可能なコンピュータは、トグルスイッチがフロントパネルに並んでいて、 それを操作することによって、ブートローダをプログラム格納域に置いてから CPU を起動するようになっていた。そうすると CPU は、ブートローダを実行して、オペレーティングシステムを外部記憶メディアからロードすることができた。例えば、IBM650DC PDP-5 PDP-8 PD 初期の PDP-11 アルタイル8800などの初期のマイクロコンピュータなどがスイッチを使っていた。フロントパネルのスイッチ群は直接 CPU に命令列を渡すのにも使われた。例えば PDP-1 はハードウェアにローダーを組み込んでいてオペレーターがロードボタンを押すだけで紙テープリーダーからプログラムをメモリにロードすることができる。この紙テープリーダには ブートローダーが格納されており、それを実行すると二次ブートローダー、またはオペレーティングシステムを外部ストレージ媒体からロードする。ブートローダーの疑似コードは以下の8個の命令に単純化できる。P レジスタに Q をセットし、テープ読み取り装置の準備ができているかチェックもし準備できていなかったら、2へジャンプし、テープ読み取り装置からアキュレータに1倍と読み込む。 テープが終了したら急へ、ジャンプアッキュムレータの内容を P レジスタが指すアドレスに書き込む P レジスタに位置を加算にへ、ジャンプ次の例は1970年代のニコレットインストゥルメント社のミニコンピュータに基づいている。二次ローダが紙テープから逆の順番に読み込まれることに注意。P レジスタに106をセットする紙テープ読み取り装置の 準備ができているかチェックもし準備できていなかったら、2へジャンプし、テープ読み取り装置からアキュムレータに1バイト読み込む。アキュムレータの内容を、P レジスタが指すアドレスに書き込む。P レジスタから1を、減算2へ、ジャンプ2時、ローダの長さは、ちょうど最後に7番地を上書きする長さになっている。6番地の命令を実行した後、7番地から2時ローダを実行し始める。2時ローダは、 オペレーティングシステムが書いてあるもっと長いテープが紙テープ読み取り装置にセットされるのを待つ。ブートローダーと二次ローダーの違いは紙テープ読み取り装置がエラーを発生した時に対処できるかどうかである。当時のハードウェアでは紙テープ読み取り装置は頻繁にエラーを起こした。一部システムは人間のオペレーターか周辺機器からのブート信号を受けて 固定の小さな命令列をロードしてメモリ上の特定のアドレスに配置し一つの CPU を初期化してその位置から実行を開始させるその命令列は一般に何らかの周辺機器からの入力操作を開始するものである他のシステムは周辺機器またはチャンネルコントローラに直接ハードウェアコマンド列を送り単純な入力操作を実施させ 小さなブルート用命令列をメモリ上にロードさせる。そして、I、王官僚を知らせる信号を契機として CPU にその命令列を実行させることになる。マイコンと呼ばれた時代の初期のパーソナルコンピュータ、大体いい16ビット時代の初期の頃までのマシンでは、フロッピーディスクが標準の装備でなかったこともあり、最初からメモリ空間にロムとして、 プログラムが展開されて存在し、ほとんどにおいてはベーシックを起動するというものが、もっぱらで外部記憶装置からシステムを読み込むブートシーケンスは存在しなかった。クリーンコンピュータを標榜したシャープの一部のパソコンのように例外もある。最近のコンピュータでは、ブート処理は CPU がロム内のソフトウェアを規定のアドレスから実行することで開始される。 そのソフトウェアは、ブートに使用できる各種デバイスを探し、最も優先順位の高いデバイスの特殊な領域から、小さなプログラムを読み込む。ブートローダには特有の制限、特にそのサイズの制限がある。例えば IBM PC や互換機では、一時、ブートローダは、必ず446バイトで、マスターブートレコードになければならず。 その後に64バイトのパーティションテーブルが続き、最後がレーザー55という値で終わっていなければならない。1995年以前のマッキントッシュなどでは、OS とハードウェアが非常に密接に関連しており、標準の OS 以外でブートすることができない。そのような場合、一般に取られる解決策としては、標準 OS に属するプログラムとしてブートローダーを設計し、 それがシステムをハイジャックして別の OS をロードする。これは例えば Apple が A,UX というユニックス系の OS のブートに使った技法でそれを流用して各種フリーウェアの OS や Vis、パーソナルエディション5などがブート可能となっていた。90年代によく使われていた MS DOS 環境から Linux を起動するロードリンも同様のものである。 一般的な一時ブートローダーとしては以下のものがある。ブートローダーが読み込む小さなプログラムはオペレーティングシステムではなく二時ブートローダーであることが多い。ブートムガー、NTLDR、シズリニックス、グラブなどがある。二時ブートローダーは実際のオペレーティングシステムをロードすることができ、最後に OS を実行する。OS は初期化処理を行い、デバイスドライバーをロードし、 OS の通常の処理に必要とされる他のプログラムをロードする。GNU グラブ、Windows のブートムが、Windows NT2000、XP の NTLDR といったブートローダーはマルチブート設定が可能である。この場合異なる OS を指定することもできるし、同じ OS の異なるバージョンを指定することもできるし、単に異なるオプションを指定することもでき。 OS ではなく独立して動作するプログラムを指定することもできる。ブートローダーに別のブートローダーをロードさせることもできる。例えば、グラブがブートムガーをロードすることも可能である。一般にデフォルト設定があり、ある時間内にユーザーが選択しなければデフォルト状態でブートを行う。なお、Windows 9X 系では MS DOS が二次ブートローダーのような役割を果たしている。 ただし、MS DOS を単体で起動することもできる。ブート処理はコンピュータがユーザーとやり取りできるようになった時点で完了したとみなされる。あるいは、オペレーティングシステムが普通のアプリケーションを実行できるようになった時点で完了とみなすこともできる。典型的な PC のブートは約1分ほどかかる。そのうち十五秒ほどがパワーオンセルフテストが費やす時間で、残りは オペレーティングシステムのロードにかかる時間である。OS ロード後の経過時間はシステム内のコアを同時に起動することで3秒程度にまで短縮可能で、例えば高ブートでそのようなブートが可能である。一方、大きなサーバでのブートはすべてのサービス起動まで何分かかかる。多くの組み込みシステムではほとんど即座にブートが完了しなければならない。 例えば、テレビが映るまでに1分かかったのでは使い物にならない。そのため、オペレーティングシステム全体をロムやフラッシュメモリに格納して直接実行できるようにしている。ただし、ロムやフラッシュメモリはラムに比べると2007年現在の水準では1000倍と桁違いに遅いため複合機など高機能な機器ではロムの内容をラムに書き出して実行している。 ビックスワー k s などでは、ロム上の直接実行形式で用意されたブートストラップローダーが、ロム上の圧縮されたプログラム本体をラムに展開して、本体プログラムが起動するという実装が取られている。組み込みシステムでは、製造工程や保守工程でプログラムを変更するために、フラッシュブートローダーが必須である。フラッシュブートローダーは、フラッシュメモリ内にあり、 リセット後に最初に実行されるアプリケーションである。フラッシュブートローダを出荷製品に入れておくとアプリケーションの更新、修正、設定の変更が容易に行える。キャンベースのフラッシュブートローダが一般的であり、診断プロトコルを使って通信、ダウンロードを行う。多くのコンピュータはコンピュータネットワーク経由でブートを行う機能を持っている。この場合、 二次ブートローダはサーバのディスクに格納されており、それを TFTP のような単純なプロトコルでクライアントに転送する。内蔵ディスクを持たない新クライアントはネットワークブートによって起動される。実装としてはプリーブートエクセキューションエンバイロメントなどが存在する。Windows2 号対応のブート可能なフラッシュドライブ。ライブ USB の一種ブートデバイスとは、 オペレーティングシステムをロードする前に初期化しなければならないデバイスのことである。これには一つの入力機器、一つの出力機器、初期プログラムロード用機器がある。初期プログラムロード用機器とは、オペレーティングシステムを格納し、ブート処理で OS をロードするのに使われる機器であり、他にも単独動作するユーティリティや、ブートローダーが格納されている。 古いシステムではこれは、フロッピーかハードディスクと限定されていた。最近の PC の BIOS は、様々なデバイスからのブートをサポートしており、ローカルのハードディスク、光学ドライブ、USB デバイス、フラッシュメモリカード、ネットワークカードなどがある。古い PC では、フロッピーディスクドライブ、ZIP ドライブ、LS-120 ドライブなどに限定されていた。一般に、 ユーザーが BIOS でブート順を設定することができる。1番目を DVD ドライブ、2番目をハードディスクと設定した場合、BIOS はまず DVD ドライブからのブートを試みる。そして DVD がセットされていないなどの理由でブートに失敗するとローカルなハードディスクからのブートを試みる。DVD に Linux のライブ CD を入れておけば、 ハードディスクに Linux をインストールしなくとも Linux を起動することができる。これがマルチブートの一例であり、ユーザーはポスト実行後にどちらの OS を起動するかを選択できる。この場合は電源投入時に CD を入れておくか否かで起動する OS を選択しているが、一般的にはキーボードを使って BIOS ブートメニューを表示させて選択する。電源投入直後、 内視リセットにより、X86 は、まず BIOS の存在する例 X 回回回回例、バンチのメモリにある命令を実行する。このメモリ位置は、システムメモリのほぼ最後尾にあたる。そこには、BIOS の初期プログラムの位置へのジャンプ命令が含まれていて、BIOS に制御が渡る。BIOS 初期プログラムは、パワーオンセルフテストを実行して必要な機器が、 正常に動作するかをチェックする。また、同時に、それら周辺機器の正規化も行う。次に、BIOS は事前に設定されたデバイスリストを順に当たって、ブート可能な周辺機器を探す。ブート可能デバイスとは、読み込みが可能で、第1セクターの最後尾にレーザー55というワードがある、デバイスである。フリーブスドのブート 0MBR の16新ランプ。 そのようなデバイスが見つからない場合、エラーが発生して、ブート処理は停止する。BIOS がブート可能デバイスを発見すると、そのブートセクタを 0X7C00 というアドレスにロードして実行する。ハードディスクドライブの場合、ブートセクタはマスターブートレコードと呼ばれ、その内容はオペレーティングシステムには依存しない。MBR のコードはパーティションテーブルを調べて、 アクティブなパーティションを探す。それが見つかったら、MBR のコードは、パーティションのブートセクターをロードして実行する。ブートセクターは、オペレーティングシステムに依存することが多いが、その機能はカーネルをロードして実行することである。カーネルはさらに初期化処理を続行する。アクティブなパーティションがなかったり、アクティブなパーティションのブートセクターが不正だった場合、MBR は、第二ブートローダーをロードして、 制御を渡す。第2ブートローダは、パーティションを選択して、そのブートセクターをロードする。パーティションのブートセクターは一般にオペレーティングシステムのカーネルをロードする。一部システムは、インテルの EFI を採用している。EFI 準拠のファームウェアを持つ、比較的新しいシステムでは、MBR か GPT のあるドライブからブートでき、標準の MBR ブートローダを使わない。また、 高ブートもシステムマネジメントモードを使った過剰に複雑なファームウェア、BIOS を使わずにブート可能である。古い16ビット BIOS イ,インターフェースは一部の X86、用 o s で必要とされていただけだが、そういった古い BIOS システムをサポートするため、ブートローダーは16ビットサポートを続けていることが多い。BIOS とは異なり、UIFI はブートセクターに依存せず、 UEFI はブートローダーを直接読み込み、OS カーネルはブートローダーによってロードされます。多くの PC は BIOS チップを搭載していれば、BIOS チップメーカー名、著作権、そのチップの ID などを起動時に表示する。同時に利用可能なメモリ容量など、そのコンピュータに関する情報も表示する。他のプロセッサは異なるブートモードを持つ。CPU や マイクロコントローラのブート方法として以下のような技法がある。多くのデジタルシグナルプロセッサには以下のようなブートモードがある。DSP はマイクロプロセッサやマイクロコントローラが別に存在するシステム設計ということが多く、それらがシステム全体の動作、割り込み処理、外部イベント処理、ユーザーインターフェースなどを担当しており、DSP は信号処理だけを扱う。 その場合 DSP は別のプロセッサからブートすることができ、そのプロセッサをホストプロセッサとも呼ぶ。ホストプロセッサはマスターとも呼ばれる。DSP は自前のブート用メモリを持たないことが多く、必要なコードをホストプロセッサから供給してもらう必要がある。携帯電話、モデム、オーディオプレイヤー、ビデオプレイヤーなどがそのような構成を採用していることが多い。 フップがチップは電源を入れるとその回路構成情報を外部 E プロムからロードする。IBM ではブート処理を IPL と呼ぶ。システム360の設計に由来する用語であり、今でも使われている。システム360の場合、オペレータが16新3桁のデバイスアドレスを指定し、ロードボタンを謳歌する。システム 370と以降のシステムでは、スイッチ群とロードボタンの代わりに、グラフィックスコンソール上の選択エリアを使用する。グラフィックスコンソールとしては、IBM 2250系と IBM 3270系がある。例えばシステム370モデル158では、07X とキーボードから入力すると入力エリアに、キー入力した。 デバイスアドレスからの IPL が実行される。AMDAR470V6 などは16新4桁でデバイスアドレスを指定する。システム360の IPL はオペレータ指定のデバイスか事前定義されたデバイスの0番地の1から24バイトをロードする。そのうち2番目と3番目の8バイトグループがチャンネルコマンドワードとして解釈され、 さらに続けて、スタートアッププログラムがロードされる。i、ーチャンネルコマンドが完了すると、一番目の8バイトグループをステータスレジスタにロードし、指定された位置からスタートアッププログラムの実行を開始する。システム360やその後継のシステムでは、IPL はハードウェア機能であり、システム上で動作するプログラムではない。事前に定義された、i、 大チャンネルコマンドが起動され、デバイスを直接選択し、スタートアッププログラムをメモリ上にロードする。同じプロシージャーがディスク装置だけでなく、テープドライブやカードリーダーなどからもスタートアッププログラムをロードする。指定されたデバイスは、実際のオペレーティングシステムを主たるストレージからロードする専用プログラムを格納していなければならない。これを IPL テキストと呼び、ディスクに これを置くには、ラスディプログラムか、それと、等価なプログラムを、OS 上で実行する。なお、IPL 対応の磁気テープや、カードデッキは、IPL テキストが存在する状態で、配布されている。バロース B1700 では、ブートストラップロムもハードウェア IPL も持たない。その代わり、システムをリセットすると、フロントパネルに装着されたテープから、機械語を読み込んで、 これがラム状のブートローダーとなる。この方式では装着するテープを診断プログラムに変えれば通常の OS も立ち上げられないほどの障害が発生している状況でシステムの診断が可能となる。LinuxOS として採用している各種機器にはクイックブートと呼ばれる素早い起動が可能なものもある。Windows ではブート処理中に解決できないエラーが発生すると いわゆるブルースクリーン状態になる。ありがとうございます。